はい、おはようございます。深井村です。いつもね、動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は玉ねぎの圃場にやってきてます。先日も、動画でお伝えした2月の追肥ですね、そちらの方を行いに来たんですけど、実はですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、先ほどね、こちらは今ぼかし肥料をね、少しね、追肥として撒いたんですけど、ちょっとこの隣、こちらの上見てください。これですね、玉ねぎがこんな感じになってます。全体的にこう見てわかると思うんですけど、だいぶやられています。これ先日の大寒波の時に、だいぶね、寒風がこう吹いてきてですね、実はですね、隣の畑の防草シートがですね、こちらに飛んできていて、要はですね、この上にかかってたんですね、バーって。なので、ここら辺一帯が全部玉ねぎとしては、やられてしまいました。こんな感じですね。こちらの方は、どうにかね、被害を受けなかったんですけど、ここだけ、ほら、こんな感じで、だいぶね、やられてしまいました。これが再生するかどうかはね、ちょっとわからないんですけど、こういう風になってしまったら、多分収穫はね、あまり見込めないのではないかなっていう感じにはなってます。では、他の玉ねぎ関係をちょっとね、見ていきたいと思いますけど、こんな感じで、だいぶね、葉っぱも1枚、2枚、3枚、4枚、5枚と、だいぶいい感じでね、生育をしてきてます。ただ雨が降ってないので、だいぶね、乾燥はしている状態にはなってるんですけど、こんな感じですね。ただもう一箇所ね、被害があったので、そちらの方もね、ちょっとね、見ていきたいと思います。こちらですね。ここだけ一つポツンとマルチがないんですけど、ここも半分ほどですね、ここら辺ぐらいまでですか、マルチが剥がれてですね、こんな感じで、だいぶやられて、小さくね、苗もなってですね、こんな感じになってます。これ、マルチがだいぶ当たったのが、わかりますね。このようにもう、だいぶ元気なく切れてしまって。多少は再生するとは思うんですけど、ここはね、一面、だからこんな感じでね、こんな感じで、マルチが剥がれた場所になってます。若干ね、マルチが、剥がれずに、大丈夫なところはこのように生き残ってはね、いるんですけど、こちらの方は、マルチが若干まだ残ってた部分もあって、こんな感じでね、どうにか生き残ってるような感じはあります。片や隣はですね、しっかりこうマルチがね、飛ばなかったっていうことで、少しね、剥がれてるところもあったんで、全部ね、先ほど補修はしたんですけど、こんな感じになってます。実際じゃあ、この後ですね、追肥を行っていきたいと思うんですけど、今回使う追肥が、2種類用意してますんで、ちょっとね、そちらの方、ご紹介をしていきたいと思います。はい、まず1つ目がですね、こちらのエコ有機1088というやつですね。こちらはエコ有機1088というのは188なんですね。で、窒素が10で、リン酸が8、カリウムが8と、こちらの方がですね、エコ有機ということで、窒素の半分が天然有機資材をね、使ったものになります。実際の肥料がこちらで、独特のね、匂いがする肥料になります。普通の化成肥料と違って、若干色がですね、茶色っぽいようなね、そういうものになるんですけど、こちら、見ての通り、いろいろなね、お野菜に使える
ものになりますので、まあ、エコ有機ということで、まあ、今回はこちらを使っていくのと、もう一種類がですね、まあ、こちらのお菓子肥料ですね。こちらの方を使っていきたいと思います。お菓子肥料は、結構ね、肥料成分が少ないんですよね。ですけど、肥料自体が非常に微生物も含まれているせいか非常に優秀で、お野菜の吸収、要は少ない肥料分でも結構ね、よくね、肥料が効いてくれるんですよね。そういう肥料になるのが、お菓子肥料になります。しっかりとね、株元によく入れてあげて、化成肥料みたいな肥料分はないんですけど、このぼかし肥料自体がね、結構少ない肥料成分でもしっかりとね、効果がね、現れてくれるっていうね、まあそういう特徴があります。生ぬかをここに巻くと、中にはですね、枯れてしまう可能性もあるんで、まあ、土の中にすき込まなければ大丈夫だとは思うんですけど、生ぬかをね、もし与える場合は、気をつけた方がいいですかね。続いてエコ有機ですね。まあこれは株元にパラパラパラーってね、こんな感じで全体に上からね、もうパラパラパラーってね、巻くような感じで与えていきます。こんな感じですね。